後には警報。病廉、浄化完了。何だったの？あなたならいいかなって。何がいいんだ？何してるんだ？やっぱりおっぱいか。最低だ。耳には新しいピアスが輝いていった。ありがとうございます。この人たちは病廉さんの本心。そうであろう？その後も二人でゲームを進めるんだ。何この気持ち。二人でだらついてる空気感が素晴らしい。確かに結構いいな。田舎ちゃんは自分が田舎者だってこと隠せてる気になってるのが可愛いよな。あ、バレてたんだそれ。何それ、最高かよ。血洗いはマケルちゃん好きだな。ヤダノさんがちゃんと可愛い。びっくりした。なんで叫んだの？大丈夫？いいよ。さすがおねみねさん。私もついてきちゃいました。うん、まあ一緒に来たち知ってるけど。しよーし、いい子たちですね。カエデさん、にゃお。行けばよかった。古見さんに他の人を誘う練習をしてほしかったので、何も予定はなかったけど辞退した只野くん。撃沈。はいはい、マク。ちょっと止めてもらえてよかったという気持ちと、ちょっと行ってみてほしかったという気持ちが半々の古見さん。